皆さんお久しぶりです。グッドイブニング、イギリス役杉山紀明です。そしてはい、会場にお集まりの皆さん、ゴーイブリンク。これ一応、はい、あのね、あのブリティッシュイングリッシュと、はい、ちょっとちょっとアメリカのね、はい、英語とちょっと発音仕方をはい、イギリスのさ英語ってすごい、あの単語が聞こえやすいじゃないですか。そうです。でもアメリカの英語ってくっついててちょっとあれリスニングしづらいなっていうのあるじゃないですか。ああ、まあ、だからそれをちょっと表現してみました。発音が合ってるかどうか分かりませんけど。ガーリング。そういうね、あのアメリカ英語っぽいニュアンスを。そうそう、ニュアンスをね、はい、というわけでアメリカカナダ英語のこの日活躍でございまーす、はい。よろしくお願いいたします。はい。はい。はい、今日は2015年9月25日。はいはい、うん。今回はここシネマサンシャインから公開録音の模様をお届けしております、はい、会場の皆様よろしくお願いいたします。お願いします。今回ね、はい、皆さんがね知ってるかどうか分かりませんけれども、この、ラジオって公開録音って DJCD にも入るんですって、うん、だから皆さんの笑い声だったりとか、うん、笑い声だったりとかがDJC に入りますんで、ぜひ一緒に、この番組を盛り上げていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、というわけで、はい、あれですか、2人でなんかこうやって、ヘタリアのイベントというかラジオというか、はい、ヘタリアものやるってなかなかないよね。そうですね、コンビの役なのに。なのに、そうですね。前回ラジオって誰とやりました？僕前回って、うん、確か高戸さんが、タカトさんだった気がするんですけど、合ってますか皆さん。合ってますか。合ってますか。よかった。僕はね、小野坂さんとやったんですよ。あ、なるほど。なんかね、ずーっと下ネタを言っていたような気がしてて、はい、オンエアもずーっとピー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 入ってたよっていうのを小耳に挟んだんですけど。なるほど。はい、なんかあの各ね、あのキャラクターに合わせたコーナーをやったりとか、でフランスだったらちょっと香水とかね、なんかそういうのをなんかちょっとやってて、香水もらって帰ったお前が何やったんですか、高田さんと二人で。何やったかな、もう結構前なんで僕もおぼろげなんですけども、はい、何やってました僕と高田さんで。あ、紅茶を、あ、そうだ紅茶、あ、紅茶、イギリスだから。そうだ、なんかマトリョーシカの話とかってしましたっけ。なんかそんな記憶がうっすら、そして写真を撮った記憶が。あ、マトリョーシカね。はい、え、マトリョーシカ、そうですね、マトリョーシカ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 か。今日はね、この公開録音の前に上映会やってたんですけども、はい、あのロシアが入ってきた時に血まみれのさあのコート見た時にちょっと一瞬ゾクッとしましたけどね。そうですね、怖いね、ロシア。でもいつものなんかこう、フォーマーが柔らかいトーンで入ってくるあたりがちょっと、うん、その二面性がロシアっぽいかなっていうね。はい、そうですね。いや、高戸さん本人はものすごくいい人なのに、はい、そうなんですよ、ロシアと全然違うから、それをちょっとね、高戸さんが、あ、小西君よかった、ここと座ってよとかって言ってるのを思い出してちょっと面白くなっちゃったの。全然違う人なのにと思って一人で楽しんでた今。そうですよ、ごめんなさい、みんなお客さん置いてけぼりだったね今ね。でもあるじゃないですか、うん、ロシアがコロコロコロっていう時、はい、あれスタジオで聞いてると本当に怖いんですよ。コロ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 。高戸さんといえば、はい、あの大体ゾンビだったりとか化け物の声って全部高戸さんがやってるんですよ。やってくださってて、ブーって言ってね、はい、もうすごいリアリティで怪物声優って言われながらスタジオですごいですよね。そう、はい、なんかそういうの全部やってくれてて、やっぱあのギャップは面白いですね、やっぱりね。面白いですね、普段のこの柔らかくて可愛らしい雰囲気とギャップが、うん、ね、はい、素晴らしい。じゃあそろそろ行きましょうかね。はい、はい、さて、ヘタリラザワールドティンクルは、はい、毎回パーソナリティが交代でお届けするウェブラジオ番組です。はい、今回は私杉山紀明と小西克幸がメインパーソナリティとして発信いたします。はい、それではそろそろ始めましょう。せーの、ヘタリラザワールドティングル公開収録だぞ、ヤッホー。ヘタリラザワールドティングル、この番組はフロンティアワークスの提供でお送りいたします。